今は学生で自分の作品を作っているので、自分の想像していたものが形になる時っていうのがこう一番楽しいですし、やっててよかったなって思う瞬間ではあります。やっぱり理想の形にするまでにすっごくこう試行錯誤をする時間は多くて、もうほとんど失敗がもう8割で、最終的にその2割で成功するっていうパターンが多いです。私のこう服作りのコンセプトは体と服の関係性を大切にしています。すごく造形がもともと好きで、こうただ造形美が優先されるようなお洋服ではなくて、こう実際に人が着た時に着心地の良さも伴う服作りを目指しています。素材によってもこうパターンは全然違くて、ここにあるあのカットソーとかだと、こう今言ったゆとりがなくても着れるお洋服なので、素材によってもこうパターンの引き方自体から変わってきます。やっぱりこういろんなデザインが学べたことがすごく良かったです。最終的にファッションを専攻して卒業しましたが、1年時はこうプロダクトデザインだったり、こうグラフィック、建築、インテリア、いろんなデザインを学ぶことができて、いろんなデザインからの視点っていうのはすごく今も役に立っていて、まだ多分みんな高校を卒業してそんなに気持ちも固まってない状態で、それが自分に合ってるのかもわからない状態で、やっぱり1個のものを選択するっていうのはある意味賭けだと思っていて、一方で環境デザイン学科はこういろんな分野のデザインを学んだ後に自分に向いているもの、自分が興味があるものを選択できるので、1年時にこう4つのデザインを学べるところはすごくいい点だと思っております。私が目指しているのはモデリストっていうもので、こうパターンとデザインをするお仕事で、こう一般的なパターンナーはそれこそデザイナーさんが描いたデザイン画を正確にパターンを引いて形にするっていうお仕事ですが、こうモデリストはそこに自分のこう感性だったり想像力をプラスすることができて、自分の手で全て完結させることができるので、そこが一番の魅力だと思っています。作品を通して何か伝えたいっていう思いは根底にはあるんですが、やっぱりそこに人を引くようなデザインだったり、まあ、こう着心地自由で面白いものっていうのは、こう自分が追求するデザインではあります。さまざまなデザインを学ぶことで、あなたに合ったものを見つけることができると思います。この学科であなた自身をデザインしてください。